1>, 1日3回ご来店いただきました田崎本町の n 様金箔が吹いてもはげない国産仏壇ご注文でございます。本当にありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇お仏壇の販売が。 天職・永田光輝でございます。二千二十一年十月六日水曜日。今、ちょうどですね。六時の十五分の朝、動画でございます。 ありがたいでですすねね本当にです、ね、あの昨日ですね、まず朝一番にですね、えー、と妹様がご来て妹様とお母様がご来店いただき、ですねちょっと見せてくださいということでご来店ということで、いいですよって、まあ、全部見ていただいてあ、今、金色のお仏壇を拝んでいもうかなり古いお仏壇ですね、仙台さんが購入の、でうちも金色を拝んでますよって、あそうですか、ね、これで わーこれいいですねということで「水戸黄門のコマーシャルでも見てますよ」ということでありがとうございますと。でその後ですね今度は、えー、息子様がご来店、えー、お昼の1時過ぎやったからご来店いただきその後3時に今度はお父様がご来店行きですねご注文いただきまして夕方お仏間まを見にお伺いさせていただいてですねあのかなり大きなお仏間ま幅が 120ですね高さが16070だったかな鴨居までの奥行きが90大きなお仏間ですですから分かりましたということでじゃあこれちょっとお仏壇を高さを上げましょうと大体いいこれは標準が、えー、1 3 5ンチでございますただこれは130から150ぐらいまで調節できますのでということでですねもう一応オーダーメイド対応になります熊本県の標準仏間にも対応してますので まあそれとですね、あの令和の名工大坂4兄弟親方様がですね、真、まあ、心を込めて、丁寧に輪島漆器の技術を生かしてですね、丁寧に作った素晴らしい国産仏壇でございますって、もう私は自信ばぶってお勧めしますって、昨日あのあのお伺いさせていただきました、本当にありがとうございます。早速ですね、明日ですかね、納品ですね。はい、それとあの、家紋は丸に梅鉢と、ちょうど見えますかね、ちょうどこっちらに家紋が。 それとおりんもですね、丸に梅鉢。実はおりんにもですね、私うち二十四金蔵碗で彫り込むんですよ。ちょっとされてみますね。あ,あ、素晴らしい余韻だと思います。本当ずっと聞いていきたいですね。はい、まあ、そういう形でですね、あの。 明日、明後日まあさって、1日3回ご来店、本当に本当にありがとうございます。真心を込めて収めます。一つよろしくお願い申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の海軍ご発展、お祈り申し上げます。